森保監督さん、日本代表のメンバーが過去最強なためアジアカップ優勝が絶対条件になってしまう。どうするん森保。アジアカップ優勝って地味に遠ざかってるんだよな。本田圭佑はクラブの実績全然大したことないのに日本サッカー最高のスター扱いされてんのなんで？さすがに優勝するやろ。結局古橋とってナムはありそうなんか？まあ手札はアジアで一番揃ってるよな。カタール所属なんて呼ぶなよ。前回のキリンカップ見るまではワイも優勝確信してた。あれはそもそも4打メンツとスタメンが謎すぎる。カタール弱体化で対抗できるのがいらんくらいやろ。森保リーグレベルガーナをカタール呼びますなんやこいつ。GK がザルじゃない？まあダブルハイ16強以外は古橋で粉砕できるやろ。中村康介リオン以外からもオファー来るとええな。ボランチが展開力からないから久保美京伊藤が個人技でなんとかしないといけなくて引かれた相手に負けて終わりやで。アジアレベルなら突出したやつ3人もいたら展開力なんかなくても勝てるやろ。アジア舐めすぎやろ。ダブルハイ忘れたんか。そこは鎌田森田でなんとかならんか。まあ、ワイは遠藤大好きマンなんやが。滝は？森保は自国開催のオリンピックでメダル取っただけでも十分やろ。その世代が A 代表になっとるからそら強いわ。ドン引き相手に勝てるかは知らんけど。セリエ最優秀 DF プレミア得点王こいつら要する23に勝てんの？つうかそいつら相手なんで弱いんやろ。イガンエンもそこそこ使えるやろ。森保の戦術の選手当てはめるだけやから久保とか鎌田いても思ったより使えねえんだよ。内藤とか三強メインで戦った方が楽やしな。こう見たら代表になりたいなら何が何でも欧州行くしかないよな。代表では世界相手にするんだから J じゃなくて海外組優先するわな。そや新潟のやつすごいのに呼ばれなかったんやろ。4でも使うタイミングないしで海外で圧倒的な成績残すの前提の層の厚さですわ。雑魚狩りするのにそんな監督関係あるか。代表史上最も格下誇れる力のあったザックの時でも勝ちきれずに敗退あったやん。アジアカップは優勝したぞ。守備陣が不安しかない。微妙なポジションよな。日本アジアカップじゃもうそんなモチベ上がらんけど無双できるほど強くもない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。